ございます。朝日奈央です。イエーイ。はい、突然なんですけど皆さんにお知らせがあります。ポップステップ朝日公開生ミーティングを8月24日に 2.5D にて開催します。やったー。皆さん来てくれますよね来てくれますよね。皆さん行くよ。あ、よかった。まあ、初めての初の個人イベントということでちょっとドキドキしているんですけども、今回のイベントはですね、朝日の YouTube チャンネルをもっと面白くしようということでみんなで考えていきたいなと思う、みんなで考えていきたいなっていうイベントになっていますちょっと暑さのせいかな、ちょっと感じましたけど、はい。あとですね、皆さんにちょっと今回のイベントで考えてきてほしいことがあるんですけども、そのもっとより面白くなるような企画を皆さんに考えてきてほしいんですよ。一つこれは皆さんに宿題なんですけども、考えてきてくれますよね。大丈夫ですよね。絶対ですよね。一個面白くなるような企画よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、それは置いといて、イベントではですね、ポップのお悩み相談をやろうと思っているんですよ。私結構プラス思考なので皆さんのお悩みをさっと解決したいなと思っております。なので皆さんそちらの方も考えてきてください。考えてきてくれますよね。大丈夫ですよね怖っ、何この顔、怖っ、すごいな、化け物みたい。はい、というわけで、いやイベント楽しみだな。そうですね、あんなことやったりこんなこともやるので皆さんぜひ来てくださいね。ちなみに面白い企画採用、その日に採用するか採用しないか決まるんですけど、採用された方にはなんと豪華なレアなプレゼントも用意しておりますので、皆さんぜひ考えてきてください。お願いします。はい、というわけで、いやー楽しみですね。私もすごく楽しみで、もうすっごい盛り上げていきたいと思うので絶対来てください。はい、あー疲れた。まあね、これをやる意味があったんでしょうかという感じですけど、まあちょっと夏にかけてね、ちょっと怖い雰囲気を出して、ね、暑いですから寒い感じで、寒くなるような動画を撮りたいというわけで、こんな感じで撮りました。というわけで今日も皆さん一日ファイト。じゃあイベントで待ってます。